女子トップの選手も帰ってきました。女子優勝は竹村選手、2位は稲葉選手、そして女子3位は宮島選手です。女子トップで帰ってこられた選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでしたか、全体的に今回のレース。なんか020に比べたら4回も回るの嫌だなと思ってたんですけど、なんかいつも走っとるコースとなんか似とるっていうか、いつも漁港から馬稜山で南部富士行っとるまであこも結構慣れとるから、なんか練習がてらで、なんかあんまり前にも後ろにもらなくてマイペースに行けたのがいかったのかなと思って。女子2位でゴールをされた選手の方です。おめでとうございます。ありがとうございます。あの朝もね、インタビューをさせていただいて、はい、あの朝一人が初めて、そうなんです。で、はい、朝はあの感想が目標ですみたいな感じだったんですが、はい、そうですね、いいですよ、ね、どうしたんでしょう、なんか入ったんですかね。いや、どうでした、走ってて。いや、あのすごいいいコースでした。もちろんその坂が多いので、あの途中で へばりましたけど、でも途中途中でスタッフの皆さんが頑張っ、あと3周とか言ってくれるんで、そこだけ頑張ってたらいつの間にかゴールできました。はい、女子3位で、ゴールをされた選手です。まずお疲れ様でした。ありがとうございます。すいません、ちょっと運動できない時期あって、1週間前までもちょっと足歩くのもやっとだったもので、ちょっと接骨院とか整形とか昨日も針行ってやっと歩けるようになって、ちょ夏場もちょっと練習はちょっと自分なりに頑張ったつもりだったんで、今日はちょっと不安だったんですけれども、夫やらあのラン仲間からも背中を押していただいて、今日はなんとか楽しむつもりでしたが必死に頑張りました。さあフィニッシュ、おめでとうございます。さて4周目を終えて選手が続々とゴールです。はい、お疲れ様でした。どうぞ。さあフィニッシュです。さあ悪天候の中4周走り切りました。大変お疲れ様でした。さあ笑顔でフィニッシュです。お疲れ様でした。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、いいです。いかがでした、見せてもらっていいですか。はい、はい、あの初めてだったんですけど、あの4周走れてよかったです。走るのはトレイルを遊んだ初めて。初、はい、初のトレイル、はい、おー、このコースいかがでした。でもなんか涼しくて、あの楽しかったです。トレイルにハマりそう。またでも出たいと思います。あ、ぜひ参加お待ちしてますので、はい、本当お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。はい、お疲れ様でした。初めてやって。おめでとうございました。表彰式も行われました。トップ3の皆さん、おめでとうございました。はい、それでは朝日トレイル研究会、代表の伊藤さんです。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、いかがでしたか今回の大会は。そうですね、まあいろいろコロナの関係でなかなかねできなかったんですが、まあ久々にちょっとね、まあ大きな大会ができたかなというふうに思います。やっぱりあの参加された人ってみんないい顔しますね。そうですね、皆さんあのこの自然を満喫して苦しんで楽しんで走っていただいていると思ってます。さあ今後、研究会はどんなふうに、はい、していきたいでしょうか。やり方をね考えながら、希望というかね、この自然を満喫していただく、浅井町を知っていただく、まあいろいろと、考えながら頑張っていきたいと思います。はい、私は3年ぶりにリポートしました朝日トレイルの大会、三つ穂ラウンドトレイル、無事終了しました。終わりがけに、ね、雨が降ってきたんですけれども、あの選手の皆さん、走ってる最中はちょっときついなーっていう顔しながらも、ゴールした瞬間は本当に楽しかった、走れてよかったっていういい笑顔でしたね。参加された皆さん、本当にお疲れ様でした。また来年、この大会が開催されるといいなと思っています。選手の皆さん、スタッフの皆さん、本当にお疲れ様でした。3年ぶりに行った朝日トレイルの大会は変わらずに
ほのぼのとしていてあったかい大会でした。朝日トレイル研究会の皆さん、今後の大会の企画もまた楽しみにしています。